った。ずっとあなたを見ていたから、どうしたのだシド、やはりま…時は、うん、なるほど。よし、シド、そこでじっとしていろ。
いいから動いてはならん。シドを直すためには添い寝が必要なのだろう。やはり体を温めねば。温める大事、超大事。温めるなら抱き合わなければならないのだ。裸で。なぜ拒むのだ、シド。私ではシドを温めることもできない。そう言いたいのか？まったく、また一人で無茶して。指導ではない、私の。まさか指導。よかった。いつも通りみたいじゃない。物覚えが悪いところもいつもの指導ね。そろそろ病院を予約した方がいいのかしら。先天より元気そう。病み上がりだってのに、トーカとベッドで何しようとしてたのよ。あーやだやだ、思春期の青いリビドーを抑えきれなかったのを人のせいにするなんて。冗談よ。とか、このアホ兄ならもう大丈夫だから安心なさい。そうなのか。しかしさっきは添い寝をした方が早く良くなると小鳥が言っていたではないか。そうね。指導が。
何よ、本当に何も覚えてないわけ？頭の検査だけはした方がいいかしらね、やっぱり。元気そうで、あの本当に大丈夫なんですか？ああ、心配いらないらしいぞ、頭以外は。最初に挨拶したのはヨシノンなのに、今までスルーなんて。まだぐ気分はどうだい、シン。病み上がりなのだから、まだあまり無理をしても。ああ、すまんね。心配はいらない。それよりシン、これを飲み。ん？どうしたのかね、突然。
どう？大丈夫かね、シン。あなたがパニックになりそうだったから。それでシンが落ち着くのなら。レーネはああ言ってるけど、なんならもう一回おかわりしとく？そうしたそうな顔してるわよ。説明も何も。ま、3日も寝込んでたらボケちゃってるのも無理ないかしらね。言ったわよ。ねえねえ、このくるくるパーの具形に説明してあげて。君はフラクシナスの医務室で容体が本当大変だったわよ。トーカは自分のせいだって大泣きするし、ヨシノもそれにつられて暴走しかけるし、これも全部指導のせいなんだから。